はい、また戻ってきました。はい、わーわーデジタル開幕1周年無料放送 2days 楽しんでますか？楽しんでます。イエーイ、おまけにもう一個、さあ、この2日間にわたってですね、いろいろワウワウの素晴らしさ、魅力、これを大解剖していきます。その前に今村さん、お願いします。お待ちしております。今すぐに加入してください。加入しないと月に変わってお仕置きよ。さあ、この年末年始はですね、開局なんと10周年記念番組、はい、プライムサスペンスと題しましてですね、はい、これまでに映像化されることのなかった、はい、ドラマ、まあ、作品をですね、はい、優れた作品を4本をオリジナルドラマとして放送していきたいと思いますよ。なるほど、はい、さあ、まず1本目というと、はい、これを12月8日9日にお送りします。リオありましたね。そして2001年1月放送予定のカノン、はい、さらには3月にはうつバラが控えておるわけなんですが、残すはあと1本、それはこちらです。匂いが見える。映像化は不可能とされていた移植作がついに登場、オルファクトグラム。全ては主人公ミノルが何者かに襲われるところから始まった。目覚めたミノルには特殊な能力が。君が嗅いだ匂いの情報は脳の嗅覚野ではなくて視覚野で処理されているわけだ。だとすると匂いが見えるのも説明がつく。君はすでに視覚に頼る我々とは全く違う進化の道を歩み始めているのかもしれない。このハンカチについてる犯人の匂いが俺には見える。信じられない。1リットルあたり約1000万分の1マイクログラム、そこらで飼われてる犬よりはるかに優れてる。犬よりってトップダネかもしれないな、こいつは。主演高杉瑞穂、山口さやか、そして大浦隆一、さらに坂上二郎などの個性派が出演。匂いが途切れてます。そんなに呼べなくてもいいんだ、俺についてる。目で見てよミノル、ここにいるのは私なの、私の匂いじゃなくて。本物なのかな、あいつの鼻も。次々に起こる猟奇殺人事件、姉を殺した犯人は、前代未聞の追跡劇が今始まる。マミ、必ず助けるからな。オルファクトグラム。すんげー面白そう。ねえ、なんか人権みたいな感じですね。人間いる？紹介をお願いします。はい、そうですね、はい、ということでですね、スタジオには、片桐みのり役を演じられました、高杉瑞穂さん、そして、友田まさみ役を演じられました山口さやかさんにお越しいただきます。これ全国に広めようと思ってます。はい、よろしくお願いします。ということでですね、一応、まあ、簡単にこちらの方でフリップ作らせていただきました。はい、立ってながらすみません、はい、ありがとうございます、はい、それでポン置きました。さあ、これのですね、はい、まあ、簡単なストーリー説明、そして、見どころ、はい、まあ、面白いエピソードなんかあったらぜひ、付け加えてください。はい、教えていただけたら光栄です。どうぞ。それもあるんですね、使ってください。はい、はい、これ結構好評ですよ。はい、はい、これ伸びるんですよ実は。あ、そうなんですか。伸ばしていただくと分かるんですけど。はい、イエーイ、イエーイ、長いな、はい、これは主人公が片桐みのるです。はい、あのもうちょっとテンション上げて。主人公は片桐みのる、イエーイ、その姉秋元千佳子、イエーイ。ちょっと早く時間がねえ、喋るの喋るの、まあ、その一応犯人を捜索する刑事さんが相田です。はい、相田さん。で、そうだ、その、まあ、つまんな、片桐みのるがの、恋人
マミ山口彩香です。山口彩香、絵になる二人が。一応僕もその片桐実もこの4人がバンドのメンバーで、マミがボーカル、で実がギター、宝龍がドラムの、ミキがベースになっております。なるほど。さっきオープニングから流れてきた曲が、このバンドで作ってる曲なんです。これは本当に CD 化されたりとかはないんですか？サントラ版として出るかもしれない。実際に歌ってて、実際に作って、実際に弾いてるんですか？実際歌ってますよ。私は歌ってます。で、歌詞も書いたんですけど、あれ？あら。僕も一応結構ポイントポイントでは。違う、下手くそなんですよ、ギター。ああ、やっちゃいましたか？やっちゃいました、本当に。難しいんですよ。まあ、その、その、片桐。片桐実が、はい、その、まあ、樋口という犯人に、まあ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？大丈夫ですか？樋口が、実をこう、ちょっと頭ぶん殴って、ごめんなさい、ちょっとお薬の時間が危ない。実がやられてしまうんです、樋口に。やられてましたね、さっきね。まあ、そのやられたショックで、やられたと、まあ、こう頭部をガツンとやられてしまう。それのショックで、まあ、超能力が目覚めるということから始まるんですが、まあ、それに興味を持ったのがこのテレビクルーたちなんですが、でこれで一緒に樋口という、まあ、その犯人を、まあ、探していくっていうわけなんです。なるほど。まあ、それからストーリーと。あとは見ての話。僕の話だとあんまりちょっとね。いやいやいや、すごい、すごい分かりやすいから。嗅覚を使って犯人探しをしていくっていう。その超能、目覚めた超能力が。すごい掃除機みたいなのつけてたじゃないですか。危なくないですか？あれは本当に匂うんですか？ターボですよ。その超能力っていうのが鼻、匂いを視覚化するという超能力になるんですよ。はあ。それもまた面白いとこに点をつけましたね。あの掃除機でも大変でしたよね。真夏で撮ってたんで、なんかゴム臭い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 ってずっと言ってて。それならまだいいですよ。花粉症の人があんなことやったら大変でしょ。ねえ。でね、やっぱここだけね、赤くなってたもんね。ここだけこう赤くなあ、コップこう吸ってこうつけた時に回ってみたいなね。もう立つですよね。やっぱりそれほどやっぱ大変な創作だったと。一番大変だったのは何だったんですか、エピソード的には。裏話。そうですね、撮影の僕の部屋が、とても暑い撮影で。クーラー効かないんですか？クーラー効かないんです。で、音とかやっぱり扇風機もかけちゃいけないし、音の関係で。音が入っちゃうんで。あららららで、だから6畳じゃない、何畳ぐらいだろうあれ。6畳ぐらい。6畳ぐらいの部屋にスタッフが20人ぐらい入っていて、もう動けないんですよ。そう、だからヘアメイクさんでちょっとマッチョな人がいたんですけど、小太りの、その方は1日で4キロ痩せたって。汗が出て。私も行きたいな、そこ。すごいね。すごい苦しい現場です。本当に大変でしたね。もう終わった後は部活、部室の匂いがする。うわー、もうね、鼻の効く人はたまらない。剣道部出したみたいな。柔道部の柔道着の。そのぐらい香りが、すごい香りが。じゃあでもね、家族っぽくなったんじゃないですか。もう臭い仲みたいな。うまい。ね、なったんじゃないですかね。そうですね。はい。あ、閉めてください。はい。あの監督の方はどうでした？やりやすかったですか？あ、それも本当にそうですね。自分たちの意見とかも尊重してくれたので、すごいやりやすい。はい。まあ芝居ができたかなとは思うんですけど、すごい可愛い監督さんで、なんかね、演技指導来られる時にちょこちょこちょこってきて、ここはこうキスシーンだったんですね、ラブシーン。あ、キスシーンだったんですけど、ちょっとドキドキしちゃう。ここは台本にはないんだけど、僕的にはキス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 っていうのが欲しいんだよね。すっごい可愛かったよね。なんかね、こう恥ずかしそうにこうキスキスって。可愛い、それは可愛い感じだね。
っくりします監督。そういうこう蒸し方っていうのは結構やる方もなんかそうなの、まあ、逆に恥ずかしい。そうなんですよ。もうはい、まあ、キスも見どころの一つだと思うんですけど、はい、もう一つ 見どころっていうのは どこら辺が見どころですかね。どうでしょうね。こう、いやでもそ、まあ、周りのキャストさんもそういう豪華なキャストが出てるので、あとこれ、この匂いをどうあの視覚化するかって、それはどういう風になってるのか私たちも楽しみなんですけど、いやこれはちょっと皆さん、うん、あの期待してお待ちくださいまし、はいはい、さてワーワーは音楽の方も充実のラインナップでいっぱいです。はい、それではこちらをご覧ください。どうぞ。ミュージックいっぱいミュージックありましたけれども、はい、この中であのちなみに、気に入りそうな、まあ、興味のありそうなものは何ですか。僕は桑田佳祐さん。いいですね。ファンですか、やっぱり。いやでも最近、ね、出したあの白い恋人たちっていう歌もうなんかシーズンを感じさせる。いいですね。今コマーシャルでも使われてますもんね。素敵です、本当に、ね、クリスマスなんかにね。はい、さやさんは。いろいろありましたね、本当に。ベイビーフェイスとか平井堅さんとか。あの平井堅さんライブ行ったんですけど、素敵でした。マジっすか。はい、マジっす。平井堅さん、なんか人気あんな。もうね、来てる、あの見に来てる女性たち、綺麗な人が多いんですよ。確かにアイドルの人でも多いですもんね、平井堅さん好きっていう人ね。日本人離れの顔ですね、絶対。大切ですよ、あと声。声いいですね。いいです。歌わないんですか。僕ですか。え、何をですか。歌。歌、たまに歌ってますよ。カラオケとか、あと番組とかで。どんな歌歌うんですか。いや、あのいろいろなんですけれどもね。さて、話しないです。さてですね、音楽の他にもワウワウは豪華ラインナップが目白押しでございます。はい、ここで12月、1月のラインナップから映画、はい、ご覧ください。どうぞ。Interesting, very interesting. はい、非常に興味深い映画ばかりですね。はい、はい、お二人はあのどういう映画が好きですか。今の映画の中インサイダーですね。インサイダー。リアルファン。はいはい、もう僕は映画館でも見たんですけど。すごい。あ、よかったですか。山口さん、私ダンサーインザダーク見たんですけど、もうボロボロで大変でした。涙と、はい。いう感じでしたか。なんかあの黒さんも言ってましたもんね、結構両方のことについて。そうですね。はい、あの大体どういう映画がお好きなんですか。基本的には私はラブストーリーが好きです。あらそう、じゃあ、なるほど、僕はジャンルはもう関係ないですね。あ、もうとりあえずいい映画だったら見に行くっていう、はい、興味を持ったら行く。なるほど。もうあっという間にこの時間になっちゃいましたけれども、ゲストの今日のゲストですね、高杉瑞穂さんとそして山口紗友香さん、今日来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。楽しみなんですが、もう一つこちらのドラマも注目です。どうぞ。